どうもチョキ肉です。1月21日にクレイジーラクーンカップエーペックスレジェンズが、開催されました。第10回となる今回のね CR カップが一旦最後になるということで、注目度のとても高い大会となりました。僕はね、ナナシンクと V スポを箱押しているので、 V スポがたくさん出場している今回の大会は見どころまみれでした。なんなら全く追い切れてないんだ、切り抜きなり本配信なりをたくさん見ようと思います。で、僕は戸崎ミミさんと小森メトさんの視点をメインで見ていましたので、今回はこのお二人のこれまでの CR カップの出場履歴と今回の大会について語っていこうと思います。で、まず戸崎ミミさんですね。 CR カップは今回で2回目の出場となります。第9回に TSSM というチームでメイニーさん、ソバルトさんと共に出場されました。その時はですね、カスタムでもねとても高い順位とですね、まあ効果力を見せてですね、初出場ながらもですね、チームでも個人でも結構存在感を出してたんじゃないかなと思います。残念ながらね、その APEX 自体の不調によりですね、第9回が延期になってしまいまして、で第 9.5 回という名目の大会ではですね、ソバルトさんの代わりに猫田綱さん と、一緒に戦いまして、最終的な結果としましては5位という素晴らしい結果になりました。遠距離武器を使っていたのもあるかもしれないんですけども、競技勢ですとかプレデターですとかモザたちがいる中で彼らと並ぶダメージを出していたので、個人でも素晴らしい結果を出したなと思いました。初出場による、まあ、緊張もあってですね、まあ、大会の慣れのなさとかも多分あると思うんですけども、その中でこの結果めちゃくちゃすごいんじゃないかなと思います。特にね、遠距離武器だったのにやはり輝いておりまして、僕は感動した場合はあります。戸崎ミミさんがですね、奥田の二次三次のカナエさんに憧れて使い始めたっていうエピソードがあるんですけども、それと同じようにね、僕もミミタヤのリピーターを見てですね使うようになりました。そして今回の CR カップでは、花咲くキャプテンというチーム名でですね、加賀なずなさんと CPT さんと一緒に出場されました。CPT さんはね、今回で3回目の CR カップ優勝がかかっておられるということでですね、一緒に出るナズナさんとミミタヤはすごいプレッシャーがあったんじゃないかなとちょっと思います。まあね、チーム自体の雰囲気はですね、もう可愛いかける3人なんで、めちゃくちゃ可愛らしい会話が多かった印象があるんですけども、試合中はもう神経そのものでしたね。カスタム1日目はね、ミミタヤは本人の思うようにいかなかったっていう部分があって、ちょっと凹んでいる様子ではあったんですけども、2日目のカスタムからはですね、以前同様のですね、遠距離のすさまじい強さを見せつけて、周りをめちゃくちゃビビらしてましたね。クズハさんをすごい遠距離でダウン取るっていうシーンは、めちゃくちゃ僕もびっくりした覚えがあります。そして本番ではですね、CPD の完璧なね、オーダーについていきまして、本番では見事2連チャンピオン取ることができました。で、最終戦ではね、キルを取りまくったセリーさんのチームによる大逆転ですね、惜しくも最終順位2位という結果にはなりました。前回5位で、今回2位という素晴らしい結果を出されていたので、誰もが戸崎ミミという名前を認識したのではないかなと思います。で、まあ、個人的にはね、しくも2位であったんですけども、入賞インタビューでね、めちゃくちゃ緊張しているミミタイが見れたので、めちゃくちゃ満足です。いや、本当に2位おめでとうございました。で、続いて、小森メトさんですね。CR カップには第6回から連続で出場しておりまして、今回で5回目の出場となります。回数が多いので、さらっとこれまでの出場履歴について話していこうかなと思います。初めて出場した、第6回ですかね、嘘つきハムスターズっていうチーム名で、セリーさんと、常闇とわさんと一緒に、出場されてまして、通訳の補助メンバーとして、インクルードさん、今は確か兵役中だったと思うんですけども、この4人出られておりました。まあ、最終的な結果としては9位という結果でしたね。初めての CR カップの緊張があるのか、思うようにいかない部分がね、あったまま最終戦まで行ってしまったんですけども、本番最後の試合で無事チャンピオンを取りましてですね、めちゃくちゃ喜んでる姿がね、もう未だに覚えてます。で、最後のチャンピオンと最強のセリーさんに煽られながら、ヤンヤするトワ様とメトさんとインクルードさんの仲睦まじい様子がですね、僕がすごい印象に残ってるんですよね。コモにメトさんが最初に出られた CR カップっていうのもあるかもしれないんですけども、すごい印象に残っていますね。第7回はですね、ビッグスターで、ウルカさん、ノスさんと一緒に出てたりとか、第8回は、アベンジャーズという名前でですね、CPD さんと、シロマンタ先生と一緒に出られて、9回目、9.5 回目はですね、カメモンファミリーというチーム名で、モンドさん、カナエさんと一緒に出ておられました。それぞれ結果としては、15位、17位、19位と、あまり振るってはいらなかったんですけども、カメモンファミリーの時はですね、カスタムでは調子が結構良かったりとかしてですね、優勝候補なんじゃないかというふうにも言われて、思ったんですけどもね、エペックス自体の調子が悪くてですね、延期になってしまいまして、間が空いてしまったというのがね、記憶にございます。で、そして、第10回目となる今回はですね、無双竜騎という名前で、ヘンリーさん、バニラさんと出場されました。このつながり、ストリーマーサーバーアークでですね、最強軍団の仲間として一緒にね、遊んでいたお二人でした。まあ、小森メトさん自身がですね、楽しくやりたい性格もあってか、ノリの合うトナカイトさんを誘いまして、まあ、その後にね、アークで交流もあって、まあ、ポイント的にも多分、一致したという理由で、バニラさんをお誘いして、組むことになったというような流れだったと思います。コモリメトさんはですね、いつも一緒にやってて楽しいっていうのをベースにチームメイトを探しておられるので、今回もチームの雰囲気はめちゃくちゃ良かったですね。めちゃくちゃ和気あいあいとしてで、ね、まあボケっぱなしのような感じでしたね。僕バニラさんのことをあまり存じ上げなかったんですけども、あ、こんなに2人と一緒にボケられるタイプの人なんだっていうので、めちゃくちゃ感動した場合があります。第9回までの、CR カップでは圧倒的強者の後をついていくファイトマシーンとしてですね、働いてたコモリメトだったんですけども、今回はね、3人とも実力的には大きな差がないので、本人たち曰く
3人 IGL というスタイルでですね、戦っておられました。いつもの CR カップと違って、注意を促すようなコールをしたりですとか、指示を出したりする、主にメトが見れるっていうので、意外な一面を見れた人も多いんじゃないかなと思います。そういう緊張感をね、作ってる、主にメトを見るとね、V 最強をちょっと思い出すなという感じですね。そしてですね、今回その無双流儀の結果なんですけども、最終結果7位という結果になりました。主にメトさんの、過去5回の出場の中では最高順位を取ることができました。本番の初戦では20位を取ってしまうなんてですね、ちょっと出花がくじかれるような苦戦を強いられたんですけども、最後にはね、このような順位になりましてですね、プロや圧倒的強者が他にたくさんいる中でですね、まあ素晴らしい結果だったんじゃないかなと僕は思います。いや、僕はだから今後もね、CR のね、主催する大会とかでね、小森メトさんのね、こういう強者の中で揉まれる姿が見れるといいなというふうに思ってます。ときみさんと小森メトさんの CR カップについては、以上になります。第10回でね、一旦 CR カップ Apex Legends はね、終了ということでですね、代わりにね、4月に、ね、CR 主催のね、なんかイベントがあったりとかするなどですね、これからも CR の活動自体はめちゃくちゃあるみたいですね。CR カップとか、こういうカスタムの大会なんですけども、普段の配信で見せるその可愛さですとか面白さとは、また別のめちゃくちゃ大きな魅力であるゲームに真剣な姿っていうのが見れるのでね、めちゃくちゃ好きなんですよね。なんで、こういうちょっと CR カップっていうね、大きな大会が終わってしまうっていうのはね、ちょっと寂しいところではございます。ただですね、戸崎ミミさんも、小森メトさんもですね、VTuber として活動されておりますので、もしかしたら、渋谷春さんが主催する VTuber 最強決定戦っていうのに今後また出られるかもしれないなというふうに思います。僕はお二人のファンとしてね、ぜひともね、そういった真剣な姿をまた見たいので、V 最強とかでね、出場されるお二人が見れたら嬉しいなというふうに思っております。CR カップお疲れ様でした。以上です。ありがとうございました。